い、こんにちは。小豆島の漁師浜湯です。いや、皆さん、渡りガニの季節がやってきました。で、今回はですね、こちら淡路島の漁師さんからですね、0円でいただいたですね、網、多分もともとヒラメ立てで使ってたと思うんですけど、こちらの0円の網を使って渡りガニは取れるのかというのをね、やってみたいと思います。ただ今年少ないんで、ちょっとわからないですけど、早速船の方に積み込んでいきましょう。今潮が引いてちょっと積みにくいんですけどね、結構網も長いんで時間はねかかります。でこの網は1枚もん で、昔の網特有のですね、これ僕いつも浮きロープ使ってるんですけど、昔のはこういうフロートがね一個一個こんな感じでついてて、これでここが浮いて、でこっちは鉛のロープなんで沈むようになってます。で海の上でこんな感じで立つんですね、網が。はい、じゃあ網の積み込みが終了したんで、今から網やりに行きたいと思います。レッツ。はい、それでは渡りガニの、ポイントに網を仕掛けに行きたいと思います。今日はね、さっきまで昼寝していて、寝起きでさ、この声入れをしているので、あまり頭が回らないかもしれませんが、やっていきます。それではポイントに到着したので、網を入れていきましょう。なんで寝起きにしてんだよって感じなんですけど、寝て起きて声入れしようって思ったからですね。それでは網が入れやり終わりました。はい、じゃあ帰ります。というわけで帰りましょう。翌日、はい、翌日いつものように尺稼ぎの、長靴履き、飛ばしていただいても構いませんが、見てくださいこの顔。この時ね、ちょうどなんだ、いつぐらいだったかな、ぎっくり腰になって2週間ぐらいか1週間半ぐらいで、まだまだ痛い時だったんで、苦悶の表情を浮かべております。それでは軽トラに乗り込んで港の方へ向かっていきましょう。シートベルトもしっかり、漁港内だからする必要は多分ないと思いますが、それでは船の前の方に到着しました。車から降りましてこのシーン必要かな、船の方に向かっていきます。それではエンジンをかけて、昨日仕掛けたポイントの方へ向かっていきましょう。それじゃあポイントの方へ到着しました。船の表に行って昨日仕掛けた旗を上げて網を巻いていきたいと思います。さあ、果たしてカニはかかっているのでしょうか。渡りガニを狙っていきます。さあ、網が上がってきました。お、早速ね、すぐね、確か来たと思うんですけど、かなりね小さいサイズで、放流サイズかなっていう感じです。渡りガニってね、網の特性上あんまり長く仕掛けすぎ、短いと全然かからないんですよ。だからちょっとね長めに仕掛ける必要があるんですが、結局ね今夏の8月のめっちゃ暑い時なんで、水温もねすごいぬるいんですよ。だからせっかくかかってしまったお魚がね死んでしまってるっていうことも仕方なしであったりします。でこちら、サカタザメっていう、僕がエイサメエイサメとかって言ってる魚で、なんか美味しいらしいんで一応取っておきました。いつかねこのサカタザメも動画にしたいなと思います。さあ、引き続き網を上げていきましょう。アングル変わりまして上から、お魚がかかってきております。でなんでカニが多くなるかっていうと、かかった魚をそのカニが食べに来て、でそのカニが網にかかるっていうですね、仕組みがあって、だから長く仕掛けてる方がよりよくカニがかかるんですよ。ただ今年はやっぱカニがね大変少ないですね。でこちらがオンタのカニで、裏面見てもらうと分かるんですけど、突起物っていうか、後から言いますね。それじゃあカニの爪を止めていきます。僕はねゴムでこう輪っかを作ってくる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 って、熟練の技で、見てください。誰でもできるかもしれません。女性の髪を留めるようにカニの爪の髪を留めて、髪ではありません網を巻いていきます。トークが上手くなってんだか下手になってんだかどうなってんだかというところなんですが、今日一のいいカニが来ました。そしてこちらが今日一のいい男、どこがでしょうか。 GoPro を加えて網を一生懸命振っておきます。2カメでやってるとね、つなぐんが結構面倒くさかったりもするんですけど、やっぱり2カメじゃないとどうしてもね、主観も取りたいので、主観もの大好きですからね、やっていきましょう。でカニが今年オンタが多いですね。いつもは時期によるんだけど、でこれは謎の貝、名前忘れましたけど美味しい。でこれカニかハモがなんか食べてぐちゃぐちゃになってる魚の身でございます。さあ、取れたカニも生かしていって、いきましょう。ただ夏だからね、氷入れたいですね。で網を食ってると親父が様子を見に来ました。
こっちばっちやな。まあ、5匹今。おったんかってね、聞きながら、俺もやろうとか言いながら、去っていきました。親父はマナガツオ漁の方に行っております。で、こちら、ちょっと赤みのかかったカニ。まあ、種族名は後から言いましょう。で、その後も網を繰り進めていきます。で、こちらが石ガニですね。まあ、僕が味噌汁作るに潰したカニでございます。よくおじいさんが潰してね、味噌汁にしておりました。この子は片爪ですけど、結構やっぱ凶暴でパワーもすごいんです。こんな感じで挟ましてあげると自分の体をね、簡単に持ち上げてしまいます。で、こちら台湾あたりの多分メスですね。台湾、あ、まあでも小さいんで逃がしてあげます。で、これ死んでるみたいなんですけど、カニってめちゃくちゃ息が強いんで、なかなか死なないので全然生きてます。さあ、繰り進めていく。お、いいコチが来ましたね。今はやっぱりコチとかゲタ、赤ゲタ、それらが美味しい季節です。で、雇ったカメラマン、同級生の友達なんですが、一生懸命撮ってくれてます。で、こちらデコって言って、卵が出てる状態のカニですね。このカニは基本逃がすことになってます。で、見てください。息のいいカニをね、逃がしたらビューっていう感じで、泳いで逃げていきました。で、足の部分こうくるくるくるってね、泳いでたと思うんですけど、あれで泳いで海を渡りないんだけど、泳ぐことから渡りガニって言われております。じゃあ取れたものを見ていきましょう。チヌ、赤ゲタ、赤下ビラメ、ムニエル、唐揚げ美味しいです。それじゃあ残りのカニも外して、帰るんではなくてポイントを移動して、それもやって、で、網をやっていきます。で、網をね、もうずっと入れておきます。で、最後にぼんじり、ぼんじりじゃねえわ帰ります。はい、それじゃあ帰ってきました。帰ってきたら船を止めてエンジンも止めていきます。それじゃあ取れた量を見ていきましょう。悲しきかな、かなり少ないですね。渡りガニを網の中に入れて生かしていきます。取れた量を数えましょう。あなたの1、2、3、4、5、6、7、8、これはまあおかずとして8匹。今年はちょっと小さいですね。こうやって泳ぐことから渡りガニ。カタザメも食べよう。じゃあこれ生かしておきます。まあ生かしてせっかくの初物なんで、明日食いたいと思います。まあ市場行くほどもないしね。いや、今年はほんま少ないですよ。はい、で、次の日になりました。で、今日は取れたカニを湯がいてね、むしゃむしゃ食いたいと思います。で、網くる間湯を沸かさんといかんので、いつもの窓コンロ使ってやっていきたいと思います。で、昨日のカニは売ることにして、今日は取れたやつもういっぱいね、湯がいて食いたいと思います。じゃあ窓コンロを準備します。よいしょ。で、寸胴海水でいいです。海水汲みます。よいしょ。汲みすぎたら沸かないんで、まあ適量これぐらいかな。ほんで、ここにセットして湯を沸かしておきましょう。雨くらいだ、沸かしておきます。な、かけておきましょう。よいしょ、これで OK です。じゃあ網くりおきます。あちぃ。はい、で、2枚目の網終わって帰ってきましたけど、5匹ぐらいしかね、いませんでした。今年はほんまカニがおらん。ほな、せっかくなんでなんぼか締めて湯がいて食いたいと思います。暑すぎて食欲もちょっと湧かないですけど、行きましょう。小豆島の漁師 YouTuber 浜ゆいのサワラが大好評発売中。厳選されたサワラのみを使用し、衛生管理抜群の加工場で丁寧に焼き上げ、しっかりと梱包、さっと切り分け器に盛ったら、やーだー、大量の薬味をのせ盛りにしてポン酢をぶっかけたらサワラの盛りの完成。一口食べれば思わず焦点。ギフトにもいかがでしょうか。じゃあどれにしようかな。カニはね、生かしとったらこうやって上上上がってくるんですよ。ほら、みんなね、出たいのか知らないですけど。で、引き上げます。よいしょ。ほな、適当に取って締めていきます。今年はほんまカニがこんまいしね、メスガニが全然いない。メスが小さい。はい、じゃあこんだけやりたいと思います。で、おじいさんとかね、生きたまま熱湯の中に出てたんですけど、僕はね、締めたいと思います。で、締め方なんですけど、ここの口のとこに入れて上下するだけ。これでね、簡単に締まりました。これで OK です。
で、こっから入れる方法もあるんですけど、これだと水が入っちゃうので、こっちから入れて締めてあげる。これで OK、 完璧です。で、たまにこうやってね、自節って言って足をね、自分で取っちゃうことがあります。タコとかから逃げるため。で、メスとオスの違いなんですけど、メスはこのふんどしがね丸くて、オスはこう尖ってる。オスはおちんちんみたいな。はい、じゃあだいぶぬくもってきました。で、これも海水なんですけど、全然塩辛くならないんで入れていきます。お、一気に色変わった。で、最後これで、20分ぐらい待ちます。意外とく。 Hey Siri、 タイマー20分。20分のタイマーを開始します。はい、じゃあ湯がかったんで、出していきましょう。いや、いい感じに湯気ってますね。じゃあ開けていきましょう。オープン。おお、うまそう。すげえ、めちゃくちゃうまそうやね。このままだとクソ熱いんで、ちょっとこの中に冷たい海水入れます。で、出していきます。これでもクソ熱いよ。はい、よいしょ、オープン。おお、うまそう。めちゃくちゃうまそうに湯が変わりました。真っ赤や。こういう色が黒いやつは、なんだろうな、脱皮直前なんですよ。色が薄いほど、脱皮して間もないみたいな、こういうのとかね。で、熱いんで、海水かけて冷まします。じゃないと食えない、すぐに。もういいだろう。はい、それじゃあ、取れたてカッコ仮、ワタリガニ、いただきたいと思います。いただきます。はい、じゃあまず割っていきます。ふんどしを取って、まずこれメスですね。多分卵入っとるかな、どうやろう。あ、入ってないわ。うわ、うまっそ。ね、これ味噌、僕の大好きなお味噌汁。あ、落ちよった。いただきます。あ、うまっ。全然ね、海水入ってないんですよ。うわ、食べれば食べるほど食欲が湧いてくる。うん、で、せっかくなんで、ちょっとお酢もね、割ってみましょう。熱っ、全然熱い。お、こんな感じでお酢も結構入ってますね、汁が。いただきます。あ、こっちはちょっと塩辛いな。うん、多分隙間が多いんでしょうね。でも全然うまい。で、ちょっと爪取って、この子ちょっと痩せてますね。やっぱり色が薄かったから脱皮して間もなかったんでしょうね。スカスカだ。ちょっと痩せてますけど、身いただきます。うん、やっぱ痩せたかには痩せた味がする。なんだろう、あんまり殻の薄いやつは選ばない方がいいと思う。でね、痩せてる子はこれ結構抜けやすいんですよ。身がここ、ほら、痩せてるからこそ抜ける。カニの身いただきます。爪か。うん、痩せててもね、爪の方はうまい。で、これ最初のメンタの子、あちぃ。で、このね、パタ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 泳ぐとこにいい意味がついてるんですよ。ほら、うまっそ。うん、うまっ。やっぱね、ワタリガニはうまい。安心したうまさがある。まあ量がね、もうちょっと取れたらよかったけど。うん、うん、うん、うまっ。はい、それじゃあめちゃくちゃ美味しかったです。あとはゆるりと。ごちそうさまでした。はい、というわけで皆さん本日もご視聴ありがとうございました。いや、今年はね、カニが少ないんですけど、まあやっぱね、食べてみても美味しいワタリガニ、ぜひいかがでしょうか。じゃあ、See you next time. バイバイ。